療養中のバリボリン感染をしてしまったフジテレビ渡辺渚アナ退社を発表する。渡辺アナが同局を通じ、病気のためお休みしておりましたが、この度退社する決断をいたしましたと報告した。昨年6月に体調を崩し、7月以降に担当番組を降板するなどして療養期間に入っていた。最近ではパリ五輪感染が話題になったばかり。今月5日、バレーボール男子のイタリア戦を観戦する姿が NHK の生中継で映し出され、渡辺アナではとネット上で多数の指摘が上がった後、10日に自身の投稿で急遽チケットを買ってパリへ行ってきましたと報告した。ちゃんと会社には報告してから行ってますとも主していたが、病気療養中のパリ五輪現地観戦には賛否様々な声が上がっていた。2020年4月にフジテレビ入社、1年目の9月にバラエティ番組もしもツアーズの4代目ツアーガイド、目覚ましテレビのフィールドキャスターに起用され、その後目覚ましテレビの情報キャスター、エンタメキャスターなどを務めた。病気療養前はワイドナショーポカポカにレギュラー出演していた。これまで闘病の様子を SNS で、この4ヶ月で私はいろんなものを失いました、食べられなくなった、うまく歩けなくなった、うまく指が動かなくなった、大切にしていた仕事もなくなった、目標もなくなった、何もできなくなっていく自分は怖くて悔しくて悲しくて泣いてばかりと明かし、時にはまだ仕事には戻れませんが、いつか社会復帰できる日を目指してゼロから小さな努力をコツコツ積み重ねていきますなど前向きな気持ちを綴るなどしていたことから、多くの応援の声を受けていた。同局の港浩一社長は昨年10月の定例会見で、昨年7月に入院したが現在はすでに退院している、通院治療中、解放に向かっている、体調が整い次第復帰する予定と説明していた。休職は最大何ヶ月とか社内規定があったんでないの？大抵2年くらいは休めるんじゃないの？でもフル復帰はまだ無理だから、やめて細々稼ぐとこにしたのでは。叩かれたからやめるんだろ、またお前らのせいだよ。税金で雇う公務員と違う、まだ外社と公務員にしかできない、その間給料は満額と言わずとも出ていただろうし、体調理由で休んでいたのならそれなりの行動で示さなきゃいかんでしょ。体調が戻ったので9月から復帰します。9月まで少し時間あるので、五輪にとかなら100歩譲ってになるだろうけど、休むだけ休んで体調戻っても復帰せず辞めるとか考えられんわ。さすがにフジテレビも怒った。同僚女子アナが仕事してるのにバレーボールを観戦してたからな。勝手に行くわけないし、フジがチケット取らなきゃ観戦もできないだろ。それそれ、チケットをどうやって入手したかだよね。体調良くなったから行くなんて都合よく行かないよね。ホテルの予約だって五輪開催中は取れないってのに何ヶ月も前から計画していたと考えるのが普通だよね。さすがに会社としても表向きは海外観戦いいですよ、療養がうまくいってたんだねわらと言っていたものの、その中身は違ったかねわら、本当に笑える騒動だった。しかし急展開だな。あれだけインスタで色々と話題になっても目視してたフジテレビが、渡航許可は本当にもらったんだろうか。知らなかったで社内で処分が出るかもしれないと言われて、それなら依願退職しますが自然な流れのような気がするけど、異動の内事でもあったのかもしれないが、首かな。次という後ろ盾がなくなり、ただの病気の一般人になったか、退社も遅すぎるくらいだ。まあ療養だけを満喫してくれ。重症勤務力症なの？それなら恥ずかしがることもなく病名を発表すればいいじゃん。よろずや金之助とかも罹患しただろ、この病気。コロナワクチンのスパイクタンパクで自己免疫機能が壊れたのかもしれないし。これで存分にスポーツ観戦できるなわら。お疲れ様でした。了解。これからどないするんやろ？インフルエンサー。何のインフルエンサーやねん。笑売りになるものあるのか？おっ、丸い。病気でしぼんってシワシワになってそうだけどな、から。旅人系か病気系。もうサニーなんとか系思い出すな。同じ系といっぱいいるのに需要あるのかな？別にパリ旅行ぐらいええやん。拒食症かな？フリーになったら寛解しそう。そりゃそうだろ、しょぼーん。会社の許可得てたって言ってたよね。会社に報告したじゃなかった？フリーが許可したかどうかは不明。休養してちょうど1年くらい。さすがに給与払えなくて切られたのか。最後ってそういう意味の最後かいな。やってることくまるだしな。フジもこんなの取って本当にバマルだね。え、休職中に傷病手当もらって遊んでて、もらうだけもらって退社って、えげつないな。当然の権利なのにそうやって目くぎが立てるからブラック企業ばかりになるんだよ、今まる。会社はボランティアじゃ食ってけないんやで。何人も産んで産休をずっと続けて辞めるのとどっちがダメ？元 NHK 青山優子アナの悪口はそこまでだ。青山優子は産休するまでは長年仕事してたからな。渚は実質何年だよ。休職して1年ならまあ普通では。公務員大手企業なら2年は休めそうだけど、圧力でもかかったかな。今回の五輪騒動がある人員じゃないの？無給ならあれだけど雇用保険もらってる状態の可能性もあるから、暇な人が富士に伝突してそうわら。雇用保険ってもらうのってやめた後だぞ。俺は来月からもらえる。
こんなすぐ決まらないよ。普通に考えて退職はもっと前から決まってたんだろ。休職して1年経って体調も回復はしてきたけど、まだ復帰できる状態ではないし、居続けるのは申し訳ないから退職ってのが普通の考えじゃないの。でも青山稔アナって遺跡がすっぱ抜かれて即辞めたよね。番組降板しただけで有給取ってから正式に退職かもしれないけど、ちょうどハラスメント講習などを行うフリーアナウンサーの席空いてるよ。フリーでやってくのも厳しいなの、サボりのイメージついちゃったし。有給と病休を十二分に活用して退社、羨ましいな。ただのメニエール病だろ。そっからメンタル崩壊がプラス、まだ完治してなかったのか。手当ての切れ目が決断の時、日本人離れしたお顔立ちですね。スポーツ観戦に海外旅行できるくらい元気になってたのに、どうして。うつかなんかだったの。うつなら海外旅行はめちゃくちゃ良さそうなもんだけどな。重症勤務力症だと思うが、やっぱり完治は難しいか。そんな人が長時間フライト行けると思う？トヨタの管理職とか毎週精神病んだやつと面談して本業やる時間ないとか言ってたし、そういうもんなんだろうな。かまってちゃんな感じはあったけど、旅行が決定だやったな。これが当たり前の社会ですよ。我が擁護してたニートの皆さんはな。病欠してる最中に遊んで復帰しようとするメンタルが羨ましい。給料退職金は全額いただきますわら。入社して34年で休職、退職じゃ退職金なんてほとんどないよ。心の病気だったんかな。オリンピックに移った途端退社か、タイミング的に首やろ。パリに行けるくらい元気になってたから復職するのかと思っていたのに。まあ同じ職場の人はよく思わないだろうね。自分たちが穴埋めしてたのにパリに旅行してたとか知ったら。俺も休んだ時に家電量販店に買い物行くだけでもビックビックだったわ。通販じゃダメだったのか。本当にね、他人のことを考えられない人は最終的に追い込まれる。退社なんだろうけど、休職期間満了ってことなんじゃねえの。闘病2年で首切れるはず、老期的に。いついなくなるかもしれないってのはこういうことだったのか。社内で相当な目で見られたんだろうか。世間的には擁護と批判の両方があったけど、結局病名がよくわからないまま退社か。順風満帆だった人でもどこでどうなるかわからんな。人生って恐ろしいわ。辞めるからあれだけは目外してたのか。急に元気になりそう。